いやさ、ここ出張でよく来るんだけどさ、うん、めちゃくちゃ美味しい。ああ有名なんだよ。有名有名。とんかつ。めっちゃ楽しみだな。とんかつ見りゃ分かるけど。うん、そうそうそう。とんかつうまいんだよ、こう。カラッと揚がっちゃっててさ。いやあんた、ね、このぐらいよう出てるね最近3人の。あれよ、ジャングル。そう。ジャン、なんや。ジャングル。ジャングルポケット。そう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 。ね、ポケットいいよ見るよ見る。ようなこのぐらいよう出てるもテレビ、ほんまに3人でな、うん、頑張ってトリオと行さんおるけど私は。僕味噌汁濃いわ。え？僕は東京の人らしいよ。沸騰させてあかんねん味噌汁あんだけ言うたのにな。辛いわ辛いわってそれ聞こえるやんそんなこと言うたら店の人に。正直に言うた方がええねん。いや正直に言うた方がええねん言うたってな。黙っとかなあかんとかってあんねんからあんたせやけどな、ほんまに。でもええやんか私はね好きやねこの3人おるやろ。どの子よ。このね端っこでニヤッとしてこう。誰端っこでニヤッとおたけ。おたけやろ。おたけ私も好きやー。おたけはな、うん、邪魔してないもん男前が。うん男前、うん、この子美容師やったよね。えあそう、うん、私あれ実家がなんかあのほら月島でもんじゃやってるって行ってみたいわ。行ってみたいね。会いたいわ。行ってはんのかな、うん、これはほんま邪魔せえへん。うん邪魔せえへん、うんねうんうんあのほら、もう一人おるでしょ、うん、背の小さい子背の小さい子、うん、あ、大田言うてうんうんなんか モデルのことなんか言ってこっちゃってあーしたな、そういえば近藤なんちゃらだな私名前下の名前分かれへんねんけどなあ、えらい美人の子と結婚して、うん、そうそうそう、うん、しっかりして顔してるわ、うん、この子あれやで、あんた愛知県であんた柔道とかあんたレスリングとかなんかすごいらしいよスポーツマンスポーツマン体小さいのに胸板だけすごい熱いらしい。あ、そう。うん、そう。ほんま、では向こう行きが強いんやろ。向こう行きが。あ、多分強いと思うわ。まだ分かれへんで、普段知らんけどな。うん。うんうん、こういう子ね、そうそう怒らしたら怖いな。え？こういう子怒らしたら怖いね。昔からそう。あ、そう。うん。パーンと切れたらどこ行くか分かれへん。うん。うん、もう柔道スポーツの中でもね、うんうん、柔道が一番怖いって。柔道のしてる人に喧嘩あったら一番怖いんやって。あ、そう。うん。私のあの旦那が言ってたわ。うん、言ってた。うん。あ、お宅の旦那も柔道やって。柔道やってた。あ、やってさ怖いわ。あんたとこ旦那怖いもんな。うん。ほんまやで。そんなもん。これやんがな問題は。この子リーダーちゃうの？え？リーダーはあれ大体服やんか。あ、そうなんや。これもう一人あれや。これ、ね、あの斎藤かなんか目のギャロっとしたけどもう気色の悪い。なあ着ない。私着ない。なあこの子出たら目そらすもん。うん、あ、そう。うん、私もそらしたいぐらいやけどね。うん、あの大田君と大竹君が出てるから見んねんけどね。なるほど。もう目ギョロっとさしてさ。そう。でもう何でも私他の番組も見るけどすんごいお笑い欲しがるよ。欲しがるって何？いやだからねお笑いにスケベーなの。ワロテオっていうの。そう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 。はい。あ、はいっていう子やろ。そう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 。この子本当に。そうそうそう。ジャングルポケットを私が引っ張ってますみたいなね。顔に出たあるわ。いやでもやっぱりあのジャングルポケットはやっぱりサイトいないとやっぱ成立しませんもんね。え？うん。何？知り合い？このジャングルポケットと。あ、僕大好きなんですよ。サイトが特に。おそう。はい。どういうところ？このギャグね、すごい好きなんですよ。よう似てるけど、嫌いやわ。似てるけどな。そうそう、お兄ちゃんが嫌いや言うてる。似てるから好きやとか、そんな問題ちゃう。嫌いは嫌いやからな。おばちゃんも。嫌いは確かにちょっと分かれるもん ね。でも、おたけが好きってのはちょっとおかしいですもんね。ねえ、そう？そうですよ。おたけえんちゃうの？なんでよ。だって、聞かないけどな。美容師って言ったってね、ボイラー室で寝ててクビになっただけだし。まあでも1年働いたらしいそういうことちょっとボイラー室で寝ててボイラー室で寝てて噂ですけどね、うん、ボイラー室で居眠りしてるとこバレて、うんうん、次やったら首立とうって言ったら次の日にもう一回ボイラー室で寝てる違う面白いな面白いわ、うん、いや俺なんか結構好きなんだよねおたけくん、ウィキペディア見たらなんかボイラー室寝てて、うん、で次寝たら首だけど、うん、一応罰金で500円つられて、うん、500円払えばいいんだと思って2回目寝たらしいの、うん、あ理由がねそうそうそれで500円払ってクビになっちゃった広がれへん広がれへん補助がええわそんなとこあるかもしれないそういうところがある子やね癒し系そう癒し系やんまあ実家のもんじゃってもね、まあ、お母さんが経営してるもんじゃ焼き屋ですけど、そんな評判良くないですよそうなお母さんの接客サイト悪いんですよ
一回行ったけどな俺らも好きなの一回行ったことあるんですけど、うん、あんまお酒頼まないと不機嫌になる感じでしたね、やっぱね、そうそうそう、ああお酒出るからねやっぱ売り上げの有名人には態度いいっすよ、うんうん、江戸っ子なんですってね、さ月島月島だから江戸っ子の人はもう人をそうやって、うん、あの分けるっていうのがあるから、芸人後輩芸人はバイトしてたんですけど、うんうん、みんなストレスでジンマシンになっちゃってで、やめたんですよ。いや、ね、そういう話結構お母さんが作ったまかないを食べると全員必ずジンマシンが出るようになってる、だからまあね、お笑い、うん、何作って、なんか本当にもうなんか美味しいです、味は美味しいんですけど、なんか鉄板でささっと作ってくれたものを食べるとみんなこうジンマシンが出ちゃう、うん、だからすごい、だからな、うん、すぐあのお笑いが好きらしくて、うん、なバイトの子にお前つまんないとか言っただけらしいんですよね、評価しちゃうっていうね、お笑いを。でもね、お母さんが、うんうん、まあ、正直な評価があってこそ自分でね、うんうん、それは大事ってらしいですよ、そう思うよ、うん、そうそうそう、実家のもんじゃ焼き屋の色紙とかもいろいろ貼ってあるんですけど、うん、売れなくなったらどんどん剥がれていくっていう、うん、ちょっと怖いねそれ怖いけどだから残ってる人はまだ大丈夫だよってメッセージ、ちなみに誰が消えたとか分かんないな、ライスは消えたんだねいや消えたんだっけ、俺に言われても分かんそんな、俺らが行った時はまだあったけどね、あったけど、なんかこう、うん、この間テレビ行ってたら壁にライスはなかったから、たくさん来るんですってあの店、なんか芸能人が、うん、だからそんなにも張り切れないからそこはもうしょうがないって、ややな、食べ物でライス置いてないってな、うん、そややこしくて見たらあかんわ、チャーハンあるんでライス置いてるみたいなチャーハンってメニューがあってもんじゃ焼き屋なのに、なんかそこがなんか売りだみたいな、うん、チャーハンマンのこの店みたいのは言ってましたけどね、おしゃべるねお兄ちゃん ね、まあまあグイッと来るか怖いもん、そうそうそう、今日はなんか意外となんか最近なんかこう結構頑張んなきゃいけないみたいなことを結構あのおたけくんも考えてるみたいで、なんかこう YouTube とか結構芸人さん始めてる方多いじゃないですか、あ見る見る、だからなんかこう自分がなんかできないかっていうので、その YouTube の編集とかできるようになったらいいんじゃないかっつって、なんかあのパソコン教室通うっつって、自分で40万ぐらい払ってパソコン教室行き始めたらしいんですけど、うん、授業中トイレに隠れて寝てるらしいんですよ、うん、どういうこと、だから自分で40万払って寝心地悪いとこ寝に行ってるんですよ、どういうあれなんですって、なんか、まあ、噂で聞いてるだけなんですけど、なんか人授業がだから90分あるらしくて、あ、はいはい、90分はやっぱ集中持たないっていうのでやっぱ20分ぐらいで寝ちゃうんですよ、ね、そういうとこ、うんうん、そのボイラーの話じゃないけど、うん、そういうとこ部屋好きなんやね、そういう、好きなそうね、そういうの好きなんね、うん、まあまあまあ、いやそうやけど、うん、ねえ、あの太田くんなんかもね、うん、あのなんか大きさ、そうやけどモデルと結婚できた、うん、そうやね、ほんまや、私聞いたことあるよこの太田さんいうのは、なんかあの嫁さんと一緒に営業行ったんやって、はいはいはい、うんうんうん、で夫婦の仕事やのにな、はいはい、こんな運での差があったってギャラが、うん、一桁二桁ぐらいの感じらしいそんなちゃう、うん、嫁さんより低いな、うん、なんかびっくりしたみたいですねあれはね、僕も聞いた話ですけど、そうなんや、はい、ね、結構奥さんが40万で太田くん5万だったらしい、ね事務所が違うの、あの二人なんか、いや事務所は一緒じゃないみたいな、事務所とか違うとなんかあるのか、うん、そうそう、それはなんか俺も風の噂で聞いただけだから本当かどうか分かんないですけど、いやそうやけど、そんな世の中に不公平ってあるんやね、ああですね、すごいね、結構頑張って喋ってたのは太田くんの方だったっていう話だけどね、あそう、太田の方が笑い取っててね、そのイベントではって話だけど、ギャラはね、うん、8倍だったっていうね、8倍でも奥さんが稼いでるから、なんか最近もなんか家買ったりしてるんでしょ、この二人、え家買ったの？家買った9000万ぐらいのなんか家買って、でそれで最近なんかその家を貸して違う家に引っ越したっていう話聞いて、え余裕やね。もうだから余裕のよっちゃんだ。奥さん、奥さん名義？え？なんかあのちょっとごめんね。その前なんて言ってた？余裕のよっちゃんだみたいなこと言ってたって太田くんが。太田くんが言ったらしいですね、なんか。余裕のよっちゃん。うわ。結構こいつのことね嫌ってるスタッフ多いですよ。こいつとスタッフ関係ないスタッフ。俺じゃないもん。どんなんで嫌われてんの？結構なんかだからこの間も仕事先でなんかテレビ局で収録あったらしいんですけど、たまたま僕らその彼らも仕事が終わって外出てったら、その日なんかその。テレビ局に海外のすごい偉い政治家の方がゲストで来る予定だったらしくて、そのちょうど彼らが出るタイミングと、そのすごい VIP の方が黒塗りのセンチュリーで来たタイミングがたまたま一緒になった時に、その小木が立ってる黒いセンチュリータクシーと間違えて手挙げて乗ろうとしたんですよ。
日本交通と一緒に見えたからね、やっぱそれは。どう考えて上の国旗が本当なんか周りで見てたメンバーは SP が内ポケットの手入れるとこ初めて見たからギリギリだったからね、なかなか見られんわね、それはね、一手まで止まるらしいね、田崎さん気づいてね、そう天然のとこもあったりとか、そうなんだ、可愛いんじゃないこの子だから、目が素直というか、やっぱほんでその素直やし、で私見てるわかるけど、やっぱすごいコントに命かけてんのちゃう、そう、一人だけちょっと目つきが違うもん、それは俺は聞いたことがあるのかな、テレビで。いやコントがとにかく嫌いだっていう、え、コントやりたくないって言って2年前ぐらいにキングオブコントっていう大会があるらしくて、知ってる、それの準決勝でね、結構まあ次これ勝ったら決勝って一番大事な舞台で、でまあなんかおたけくんがその時はそのネタの一番最後の終盤の一番のこう展開でなんかホワイトボードひっくり返すみたいなところをやるはずだったらしいんですけど、どういうミスなのかハプニングか分かんないですけど、そのホワイトボードぶっ壊しちゃったらしくて、たまたまのかね、でなんかまあすごい変な感じになって、終わったんですけど、まあさぞショック受けてへこんで帰ってんのかなと思ったら、なんかどうもその帰りにラーメン二郎食いに行ったらしくて普通その後で喉通んねえだろみたいなことはなんかあったみたいですけどね、まあ、でもその時はね、もうちょうどマシマシにしてたみたいなんですけど食欲はしっかりやった。いやなんかその時相方がすごいなんか怒ってる空気をおたけくんなんか察ししてたらしくて、うんうん、一応なんか最後の晩餐って気持ちで食べに行ったらしいですよね。ああなるほどね。最後の晩餐で、うん、最後の晩餐で。なんて聞いたんでしょ。っていう、まあ聞きましたよね、なんか、うんうん、テレビで言ってたかな。何がやりたいやろね、コントやりたなかったら。この子カレー作りたいね。カレー作りたい。おたけっていう子はカレー作ってカレー販売してた子ね。だ私買えんかったけどね。あ、そう、うん、気持ち悪いカレー、カレーで、そうそう、なんかギャグがね、なんかやってるんでしょ、この子、なんか、なんか、そう、おたけサイコちゃんっていうギャグをやってるらしいです、うん、ごめんなさい、お店やから、もう大きい場所、ごめんなさいね、ママ、うん、それママじゃないけどねお母さん、すいませんね、お母さん、お母さんじゃない、お父さんやお父さん、すいません、お父さん、ごめんなさい、で、なんか、そのなんか、オリジナルのサイコチョカレーっていうのがなんか売ってすごい売れてる、そのギャグをしたいから、うん、そのギャグのグッズを作りたくて吉本に頼んだらしいんですけど、うん、そのまあグッズを担当してる社員さんが興味ないのか知らないのか分かんないですけど、うん、最高潮なんですけど、一応絶好潮って間違えたステッカー何なんだろうな、俺も分かんのか、全然違うよね、それ全然違う、最高潮と絶好潮全然違う、意味が変わってくるもんな、可愛らしいね、そういうところ、ね、いや可愛らしいと思う、うん、それに比べてあんたやっぱ最低やわ、うんうん、あ、もともとあんた、うん、俳優を目指してたん、あ、そう、そう、うん、俳優からお笑いやん、あ、そう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 、お笑いから俳優もあるけど、うん、あるけどね、だからすごいパターンですよね、だって、うんうん、あのそうそうって、うんうん、そうそうっておかしなんだ、まあそうだね、だからおし、あ、そう、聞いたことあるんですけど、お芝居をやってて、でそこで何を慌ててんねんな、お芝居本人みたいに喋ってくるやん、さっきから、うん、かぶり気味に、いや、それぐらい好きなんですよね、サイトのことが本当に一番テレビでふざけてるんですけど、うん、やっぱ内面は本当に俳優さんなんで、結構昔の話らしいんですけど、うん、結構楽屋でね、あの先輩方ってミニコントされる方多いじゃないですか、でその輪に入れなくて相方のことをなんかベランダに呼んで泣きながらこういう時どうしたらいいんだってなんか言ってたのはあるみたいですけどね、俳優やから、俳優さんだから、そっか、アドリブが役になりきっちゃってるから、うん、最後なんで俳優でガッといかんかったんやろね、そうね、それも聞いてみたいな、そう、文学座っていうところにいらないって脅されたらしいんですよね、はがきが1枚送られてきた劇団ね、劇団で有名なとこやね、文学座で、でも今ではパンフレットで大きく有名なね、あの卒業生みたいな感じで、うん、アピールされてますけど、あ、そう納得いってない感じがね、あるんだってね、斉藤君は、まあね、そうなの、面白いけどね、斉藤君は斉藤君はね、まあまあまあ、面白いですよ、だって普通のことをだって笑いに変えちゃうそんな人いないですよね、芸人で普通の面白いことっていうかね、言わなくても笑いに変える芸人って今まで見たことあります？そうかね、だって僕ジャングルポケットの雑誌見ましたけどね、こうやって特集されてるやつ、斉藤君文章でやると何一つ面白くないんですよ普通のこと、ね、そうそうそう、結構普通のこと喋る人だよね、この子ね、そうそうそう、普通のこと、うるせえなお前、うるせえな、いやいやいや、なんだお前普通のこと、普通のこと、普通のこと喋ってなんかテレビ出てるみたいな、そんな言い方すんじゃないよ別に、いやいや、彼だって一生懸命頑張ってテレビ出てんだから、やめなさ
いやなんかテレビお笑い芸人って結構なんかあボケボケってボケるじゃないですか、変なこと言ってなんか、うん、あこの斎藤で普通の人は、うん、この子はあんま言ってんの見たことないというか、なんか普通のことを大きな声で言うタイプというか、うん、イメージね、うん、そんな感じだよねイメージ。逆に言うとそのはいっていうギャグとかそういうものを持ってない芸人さんというから、それ一つ持ってるだけで全然違うから、それで笑いに変えてんの、そんな芸人さん見たことあります？ないですよね。すごい上手なの。僕は見たことないから。確かにすごいよね、はいでずっとね受けてたりするからね。そうなの。でもそうやね、だからその斎藤と私嫌やけどね、よう出てるやんか、うんうん、でその太田君いうのがね、うん、ネタ書いてんでしょ、なんか見たいですね。大変やね、あんたえネタ書くのって大変、何にも評価されへんから。あそうなんや、ネタ書いてねえぞ言ったところで、うん、シーンってなるからスタジオ、うん、あそんな知らんがなっちゃって、知らんがやるやっちゃ、あの、うん、私中川圭優コラも聞いた、あれお兄ちゃんのネタ書いて、あそうネタ書いてねえぞって一回言うてシーンとしてんで、だからなんやねん言われて、あーそうなんや、あ、ウケへんねんあれ、ネタ書いてんぞネタ書いてんぞなんてウケへんねん、そりゃね書いてんぞってそりゃそうやろってなる。確かにね、だからあんまりネタ書いてる人でも、あのテレビとかでネタ書いてるってアピールしちゃうともったいないというか、そう言わないがいいよね、変にネタ書いてるやつってバカみたいにプライドあるから、なんやったら書いてませんね言わなか、そう書いてないって、だから俺に俺が書いて、斎藤が書いてるみたいなこと言った方がいいんだよね、そう一番書いてそんなに、そうそう一番書いてそうな人間が書いてる、そうそうそれをなんか言っちゃうともう意味がないというか、そうやちょっと待って、それ息統合してみる一回取材で斎藤が書いてるんですみたいなこと言った時に、本当いやお前だろうって言ってくるかと思ったら、そうなんですって言ったんだけど、それら言わないでこうぜ勉強が生きるんだねこれ、じゃあ斎藤君はなんか結構その場その場でいい風に、結構なんか地元の人に話聞くと結構汚い人間になってるってみんなに言われてるその場一番美味しい感じでな、そういうとこあるのよ、そういうとこあるみたいなんですね、あの子は難しいとこ、確かにね、ね、それ成功しないから書いてへんけど、書いたことにしてもたふうに、それで生きようね、ずっと斎藤の母親は本当に斎藤自身が書いてると思ってるらしいですよ、未だに、うん、あ、そう、ずっと言ってるね、単独ライブ見に来てて、ね、でも役割的にあのおたけってなんやろね、役割不思議や、私わからん、そうなんかね、だからでも解散みたいな話も4回あったらしいですけどね、えぇ、あ、そう、遅刻だとかスタッフに対する態度だとか、あ、すんの、そんな子すごい聞いたことないよ、俺すごいよ、本当に遅刻はあかんわな、うん、そうやけどスタッフが挨拶した時もサングラスつけてるとか、そういうことは結構あったみたいな、ね、なんか、まあ、無心だってねあの子はよくまぶしいって言ってたよ俺よく言ってたよ、友達なのおたけと、まあもうちょっと知り合いやんか、まあまあ、まあ、言っちゃいけない腐れ縁なんで言っちゃいけない腐れ縁なんで、言っちゃいけない腐れ縁なんて、まあ、そういう、まあ、サングラス、そうそうそう、知り合いやったら普段どんな子なんよおたけって、いや本当にもう本当素直です、単純にまっすぐ生きてるというか、でも芸人さんやったらさ、その素直じゃないしちょっといやらしさとかさ、なんかそういうちょっと卑怯な部分っていうのもいるんじゃないの、でいらないですいらないです卑怯な部分とかも一切ないんで、もう本当に思ったことで、うん、その、うん、生きていくというか、まあ、芸人というかタレント寄りというか、そうやね、はい、うん、あれ誰に一番なんか言ってた名前、うん、おたけくんって誰に一番憧れてんだっけ、うん、ウエンツ英二くんになりたいっていうのがあって、言ってたんだよね、一番そのマルチなウエンツ英二くんがなんか好きだっていうのは言ってましたよね、うんうん、マルチになりたいよね、ほんならそのおたけくん、僕もそうっすね、最高潮、まあまあうん、おたけ最高潮っていうギャグを持ってて、うん、うるさいからねお店、すいませんすいません、お父さん、うん、あ、今おばあちゃん、おばあちゃんすいません、いろんな人がいますね、こう家族でやってるんですね、こうそうそうそう家族でね、でもそのおたけもね、はい、本当に中川家さんにすごい憧れてるっていうことなんかテレビで言ってて、そう全然ちゃうんだ、そうそうそう、一番ね、一番、そうなんか、うん、番組の企画で、うん、お世話になってる先輩ランキングみたいなの発表するみたいなのがあったんですけど、うんうんうん、なんか中川家のレイジさんに1回もご飯も連れてってもらったことないのに1位中川家のレイジさんにしてたってで全員が戸惑ったっていう話をしていやいやもうそれは素直な本当に番組なんで素直な気持ちを書いてリアクション取りにくいわなそんな、うんそうやと思うわ、うん、いやでも本当にホッとするんですよね、言うてた、はい、ホッとするって言ってました本当に、あんた知ってるわ、何あのおたけっていうか、うん、あの子、うんあれやで中川家のレイジ弟の方に普通のこと言うらしいよ、なんて言うのレイジさん、うん、
今日いい天気ですね。先輩に話しかけるのに天気の話なんか私聞いたことない。それはあんた嘘やと思うぜ、デマやと思う。こんなことあった、あんなことあった、ほんまか、嘘つけみたいな会話はよく聞くけどね、その芸人さんも。いい天気ですねは聞いたことない。それで中脇のレイジ君がこれをおもろいと思ったらそっちもおかしい。そっちもおかしい。おかしいかな、それな。本当もう誰もが腫れ物みたいにおたけのことなんかいじらないときに、レイさんだけはなんか喋りかけてくれてたっていうのは、それがだからもしかしたらおたけ君の中でなんかお世話になってるっていうあれになったのかな。そうだ、あのとその時からなんか買われた、買われたらしいですね。なんか、いやなんか私も聞いた話によるとね、そのなんでその中川家の弟君がそのおたけ君を好きになったか言ったらね、そのあのなんか行く行くやんか地方に営業に、楽屋でみんなで喋ってて、あの滑らない話しますって自分から言うて、あら、うん、思いっきり滑ったのよ。新しいやろ。新しい。そう、滑らない話をしますって言ってるのに滑ったのよ。で話ももうあっち行ったりこっち行ったりするの。でこれはなんかあるんちゃうか言うてな、なんかそんなん言うてたわ。それ聞いたことある。ああ、うん、なるほどなるほど。うん、なんかね、ただ新宿から、まあまあまあ、あの本当茨城まで営業のバスの間ずっと一つの話、滑らない話をしてて、それを先輩たちが、まあ、まとめたら15秒で終わったって。だからそのなんか、いやだからそっちか全部話したいんだって。だから2時間半にわたって喋った壮大な物語、一個のオチまで持ってくのに先輩たちがちょっとまとめてみようって言ったらもう15秒で終わったっていう話はなんか聞きましたね。全部話したがり屋なんですって。だから全部その時のことを、まあいや才能やであんた、細かく話したい。15秒の話2時間半かけて逆にできないんですよね。そうそうそう、話が真面目なんかがようわからんのよ。あのね、僕この間新宿行ったんですよ、そしたらね、歩いてたらね、あ、新宿じゃねえ、渋谷だ、あの渋谷をね歩いてたんですよ。でね、まっすぐ行った時、違うな東京駅だって、ずっと場所のこと思ってんの。でも嘘つきたくないんですよ。だから話に嘘とかないんですよ。どこでもええのよ。いやいや、ダメですって、ちゃんとしたその時の話をしたいんですって。渋谷やったら渋谷でええわ、ね、渋谷にまつわるなんや、オチも何にもない、渋谷関係あれへんね、どこでもええね場所。ようようオチ聞いてみたらこだわったのに、こだわったのに場所にこだわる割にはね、素直なんすだっていう話をしてたよ。あとだからやたら天気とかにもこだわるんですよね。そのトークで別にそんなとこいらないよっていう、あーそうですね、まああのうだるような暑さでしたみたいな、落語みたいな入り方ですね。いや、天気から入るエピソードとかあんま聞いたことないのよ。あの日もうだるような暑さでしたから入るエピソードあんまり聞いたことないんだけどなっていうの結構。いやいや、それはなんかあのこの子もテレビとか見てて勉強、いやまあ、ね、いろんな人が、いやだからその、いや考えられへんっていう話なんですけどはあるじゃないですか。いやあの日もうだるような暑さでしたあるじゃないですか、そういうなんか。で別にオチとかに一切関係ないですよ。そのうだるような暑さとかってのも一切関係ないし、状況とか多分関係ない。ただただその日はうだるような暑さだっていうところから入ってくっていう、状況とかそういうなんかそれ言わないと。だから僕もなんかもうやっぱおたけってすごい可愛がられるみたいですよ、先輩にも。でそのでも可哀想だと思う、中上さんちょっと怖いなって思うのは、やっぱりおたけにかかってた人がやっぱおたけデス芸人って呼ばれてて、関わる人が結構いろんなことにあってて。それはないよ、やめろ。まあ例えばあのタレントのまあベッキーさんがね、まあ本当おたけさん今年来ますよみたいなことをテレビで大体に言ってくれたんですよ。その2日後にいろいろ問題がありまして、でその後でその後フジモンさんが一番可愛がってくれてあれだったんですよ。フジモン軍団、まあまあまあ、そしたらもう年始にあのいろんなことがありまして、であのおたけって解明した時に御嶽さんが噴火しまして、関係ねえよ。なんで自然を、自然じゃんそれは。で、あの1ヶ月の間おたけっていう名前使わないじゃん。使わなかった、使わなかった、使わなかった。それはたまった、全然たまったそんなことが起こるだけで別に。いや、なんか怖いね、たま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 起きちゃうというか。いや、そっちが怖いね。あのひろしさんも、あの本当におたけのこと好きで、はい、で富士山に登ろうって言ったら、あの登った後にあの腰痛が収まらなくなったり、腰痛持ちだったんだよ。
だからもういろいろな事件が起きる。いやもともとちょっとあんまり近づきすぎちゃうとちょっと怖いね。ちょっと怖いというか、危ないっていうのが噂は確かにね。いやいろんな方がじゃない絶対。そうね、こんな顔して。そうですよね。いい顔してますよ別に。だけどこの子らもそうやけど、あのパンサーいうのもよう出てきてるね。あ出てる。大変やろね、3対3で戦ったりさ、もうなかなかかぶったりしたらね。なんのかなやっぱり。コンビはコンビであるけどね、ピンはピンでもあるから3人も難しいと思う。いや難しいと思うわ。3人でやっていくのいろんなおるわ。ロバートがおったり、でバンサーおったり、四千頭身とか。あらららららら。いろいろその下からの付き合い。花子おったり。花子おったりして、それも下からの付き合い。上にはロバートおるわね。確かに。おるわ。さあネプチューンもそうやんか。うわすごい。その中でよ、まあ頑張ってる方なんちゃうの。難しいな。難しいと思うわ。ジャングルポケットは第7世代には負けてない気しますけどね。結構ね。結構ね、いい感じで。まあ見てる感じだとね。早かったらしいですよ、でも、出だしたのが、なんか。全然全然。すいません。死んでるのかなと思って。えらい長いこと、あんな長いこと目つぶって喋る。いやいや意外とだからその、ね、すごい目つぶってあこれが言いたかったんだって出てきた言葉全く意味わかんない。いや出だすのが早く結構何気に あ売れた早い。1年目ぐらいからなんかいろいろやらさせてもらってたらしいですよ。だからテレビとか、ね、出てたイメージは誰の力やろね。そんな1年目から売れるって力うーんで、うん、確かにそうですよね。確かにそれは確かに誰かしらの名前返すのが普通だと思うね。そうねえで返すとか聞いたことないけど質問が振りだからね。絶対今のがまあ俺たちが芸人じゃないからいいけど、今のがもし芸人の先輩からだとしたら絶対振りだからね。あそうなんだ。間違えたとしても名前言わなきゃダメなところだと思うけどね今の。うーんまあまあまあね。誰が一番脅威なんやろね。ジャングルポケットからしたらいろんなトリオで被ってるけどみんな。まあやねそんな、うん、誰怖い思ってんねやなあ。いやほんまやわ。感じだとどうなった、うん、パンサーになるのかな、うんうん、もうあなんか見ててどう、うん、いやずっとなんか比べられてたらしいんですけどね、はいはいはい、もうでも、うん、超えた感じはあるのかなこれ。ちょっとジャングルポケットがお客さんに聞きたいんだけど、パンサーの谷のとこって何なの。やっぱりバランスが悪い。そのみんなが別個の仕事なんですよ。あそこはもうみんな別個なんで、うんうん、でなんかあの芸歴も違うらしいんですよね。バラバラ。やっぱりまだ上下関係できちゃうんですよね、うん、あれって。なるほど。本当の意味でのトリオっていうのはない。うん、だからジャングルポケットはそういうのはない。もうここはもうバランスがやっぱいいって言われますね。まあまあ同期っていうのもあるんだろうな、うん、全員がね。あ、そうそうそう、同じなんで。やっぱ養成所で組んだっていうのは大きいのかなっていうのはありますけど。そうそうそう。養成所で組んでるから。へえ、組んでね。もう何年ぐらいやってんのやろ。もう14年。14年。14年ですよ。うん長いですもう14年って言う。もう14年でした。ごめんなさい。町に近く行ったら14年ですね。あーそう。え？パッと言ったら14年です。パッと言った。長く言ったら14年ですけど。言い方なんですかね。え？その行こうや。もうちょっとこの子らに聞いてあげるな。何聞こう、ね、うん、いやまあまあそうやねんけどな、ほんまに。もう結局リーダーは誰なの。そうそう、リーダーは太田君みたいですよ、やっぱり。あやっぱりな、うんうんうん、だからなんか太田がちょっとパッとしないみたいな感じで言われちゃってるんですよね、うん、だから太田家もいい感じできてて、はいはい、なんかほんとなんか最近あの、うん、マネージャーが、うん、ジャングルポケットってマネージャーがすごい可愛いんですよ、で、まあ、番組でマネージャーがその自分が担当してる芸人の取扱説明書をなんか、うん暴露するみたいな企画でテレビ出て、でなんかそれ以降結構あのジャングルポケットって検索するとジャングルポケット候補出てくるじゃないですか。であれにジャングルポケット1番目にスペース斎藤で2番目がジャングルポケットスペースおたけ、3番目がもうジャングルポケットスペースマネージャーらしいんですよね。太田くんは出てこないから太田が出てくるらしくてネタ作ってんのに、はい、なんか本当にシャワー浴びながら気が狂いそうになってるらしいですよ。いや噂でしか出かけないな。奥さんがなんか料理作ってたらお風呂場からあーって声が聞こえてきて見に行ったらなんかもう太田が壁に手ついてなんか悔しがってたみたいな。聞いたことあるやん、お風呂場でわーいう子は。ああるあの中川家の弟もそう、はあ、あの風呂場では言い出したらもう危ないとこ、うん、あの子なんかシャワー出してシャワー言うな。えぇ、それは結構危ないですね。芸人なんかみんなそうちゃう。
いやなんかそんな人多いみたいですけどね、うんうん、ちょっと怖いもう行こう、もうちょっと怖いわ、そっか、うん、ちょっと芸人怖なってきた、うん、ほんまに、うん、ね、お友達ちょっとよろしく言ってください、どうもすいません、ね、ありがとうございます、すいませんね、ほんまにお世話な、うん、どうもごちそうさま、ごちそうさまでした、ありがとうございました、はい、どうもちっと見てあるけど、すいません、顔つきがよう分かれへんな、お世話さまです、いや店の人なの、お世話さまです、でもうめえだろこれ、うん、こんなにカツ食う必要あった、まあまあまあ、うまかったな、ヒルフマン食べてなかったから、ヒルフマン食べてなかった、お前だけしっかりだよ、うん、今のだってこれあそこの2人とのやり取りの中でこんなにカツ進む、結構もういや分かんないよ、俺らは別に素人だからいいけど、次何喋ろうとかって考えながら結構やってるもんだから、なんかそんなになんか俺はあれだったけど、いや俺もだから一切れしかいけない、あのやり取りの中でお前だけこんなに普通になっちゃったすごいね、いやいやいや、有名なミスなの、有名なんで、うん、有名なミスなの、美味しくて、なんて有名有名なミス、いやでもよかったよかった、お前がこんだけ飯進んだんだった、いやよかったよかった、うん、